菅井先生と犬塚先生が優しくてよかったな。許してもらえて俺もほっとしたよ。立派なやつ、旬として一人でとぼとぼ帰っちまったな。さあ疲れただろうから、今日は俺が家まで送ってやるぞ。自転車だから乗せてやれなくてごめん。あ、車の運転免許取ったらお前を助手席に乗せていろんなところに連れてってやるから、それまで我慢してくれよな。ところでよ、ゴールデンウィークはさ、姉貴たちが海外旅行に行っちまうから、俺は留守番しなきゃいけねえんだ。かったり。けど、もし、お前が、予定空いてるんだったら、俺ん家に来てもいいんだぜ。あ、おっと、その先は深い水たまりだ。迂回すんぞ。あ、待て、その曲がり角の先には石がたくさん落ちてるぞ。まっすぐ行こうぜ。おいおい、その交差点は車が多くて危ねえぞ。歩道橋を使おう。いいから、お前は黙って俺に守られてりゃいいんだよ。お前の全てを俺に委ねろ。俺がお前に降りかかる災難を全部防いでやるから。だから、お前の心も、いや、お前の愛も俺にくれ。あ、なんなら今夜俺ん家来るか。兄貴たちは今日出発だから、今夜からうちに誰もいねえんだ。みんな、さあさあさあ、じゃあ寺島高和が初めての自転車を色っぽく読みますよ。準備できましたか？わかんないけど、わかった。お前のそのフレキシブルなところ好きですよ。フレキシブル。お客さんのためにものすごく色っぽくね。ものすごく。もの。ああ。それでは行ってみましょう。寺島拓馬さん、色っぽくお願いします。初めての、自転車。子供の頃に買ってもらった生まれて初めての自転車、ピッカピカのマイチャリ。ああ、僕の相棒さん、もう補助タイヤなんていらない。早速相棒に乗ろう。サドルに大胆にまたが、ああ、よし。そして、勇気を出して、ペダルをこぐぞ。こぐぞ。もう補助輪は卒業したんだ。でも、ピッカピカなこの相棒、こいつを倒してしまったら、僕は、どのように責任を取ればいいのだろうか。そうだ。上達の近道は、ペダルなしでの練習だ。地面を蹴って足を上げる練習。そうだ、反復練習だ。いいぞ。そう忘れない、あの時の包丁なしの興奮、エクスタシー。初めて相棒と疾走できたあの快感、忘れないよ。初めての自転車。ありがとうございました。素晴らしい。寺島拓馬さんが初めての自転車をいやらしく読みました。いや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 、よかった。いやいやいや、席には帰らせないよ。お、いやいやいや、これ何のタイムか分かりませんけど、よかったよ自転車。これなんだ。君はあまり見てなかったかもしれないけど、はい、この辺のお客さんがうっとりと君のことを見ていたよ。ありがとね。もう、それはそれはすごい目をしていて、俺はびっくりしたんだよ。小野坂さんがびっくりするなんて。そうだよ、ここ君のライトでピンク色になってたんだけど、ピンク色の女の子たちがずっと君のことを。ピンク色の女の子たちって。
そんな時小野坂さんはどんな顔してる？俺はそれを見ながら、はぁー、アメリカ人か、本当に。なってますよ。どうですか、自転車は。え、自転車？自転車はそうですね。君の愛する愛する自転車はどうだったの？最近ロードバイクが流行ってますけれども、僕は普通にマウンテンバイクを街で乗り回していますよ。まあ、山の方の？山の方のやつ。山の方のバイク。ずっと乗り続けている、5年ぐらい乗ってるマウンテンバイクを乗り続けてます。それはもう付き合ってだいぶ経つね、5年だと。そうですね。うん、5年にもなるともう倦怠期も通り越して、おもはや。もっとなんかもう家族みたいな。そうですね。言うなら、妻ですね。ありがとう！なんだ今の茶番は。ハードル高い。なんかわかんないけど楽しかった。